株式会社小学館は東京都千代田区にある日本の総合出版社、系列会社グループの通称、一橋グループの中核的存在である。社名の由来は創設時に小学生向けの教育図書出版を主たる業務としていたことに起因する。特に学年別学習雑誌は長らく小学館の顔的存在として刊行され続けてきたが、出版不況や、 児童の減少と思考の多様化の煽りを受け、2000年代から2010年代にかけて相次いで休館され、2017年以降、月1回発売されているのは、小学1年生のみとなっている。1926年に、娯楽史出版部門を集英者として独立させたが、太平洋戦争後は、娯楽図書出版に再進出し、総合出版社へ発展した。 三代目本社屋三代目本社屋は、小学館ビルと呼ばれ、1967年1月に完成。地上9階、地下3階建ての鉄筋コンクリート構造で、当初は屋上に駐車場を有し、地上からエレベーターで運ばれる構造でもあった。お化けの九太郎の大ヒットにより、お化けビルとも呼ばれたが、東日本大震災を機に、耐震強度の見直しで、 建て替えが決定。2013年9月から取り壊しが行われたが、直前の8月9日に取り壊しを惜しんで、漫画家25人が白山通りに面した1階溶接ロビーの壁面や窓ガラスに落書きを行った。その後、落書きの一般公開が決定し、8月22日に漫画家84人が地下1階の通路も加える形で、さらなる落書きをした上で、 8月24日25日に落書きされた場所が一般に開放され約8000人が来場した。来場できなかった人にも配慮し公式サイトでも公開されている。4代目本社屋も小学館ビルの名称で2014年3月1日着工2016年9月30日竣工地上10階、地下2階建て鉄骨鉄筋コンクリート造り。 鉄筋コンクリート作り。地上1階と地下1階の中間階に免震装置を設置した中間免震構造を採用している。2016年11月7日にオープンした。小学館ビル完成までの間、200メートルほど南に位置する住友商事竹橋ビルを仮本社としていた。 コミック誌学習誌教育誌文芸誌情報誌文冊百科かつて発行していた文庫かつて発行していた児童書小学館発行の漫画のセリフには娯楽漫画も含めて句読点が多用されている。これは小学1年生をはじめとする学年誌の影響である。学習雑誌部門から発行されたピヨンピョンを除く少女女女性向け雑誌は句読点を用いられていない。 青年向け雑誌のビッグコミックやビッグコミックスピリッツなどにもこの特色が見られる。ただし、青年向け雑誌にはルビは用いられていない。なお、小学館以外のすべての出版社では教育漫画のみで句読点を使用しており、娯楽漫画ではセリフには句読点は用いられない。また、小学館のみ漫画で使用される標準フォントが他社のものと異なる。 これは2008年以降、他社が使用している、標準フォントから変更したものである。日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本出版インフラセンター、辞典協会、出版文化国際交流会、全国出版協会、日本出版クラブ、読書推進運動協議会、国際児童図書協議会、コミック出版社の会、デジタルコミック協議会、 日本電子出版協会、日本電子書籍出版社協会、日本オーディオブック協議会、日本映像ソフト協会、日本アドバタイザーズ協会、日本雑誌広告協会、日本 ABC 協会、日本インタラクティブ広告協会など、ありがとうございます。